YouTube マッキーチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ベーシストのマッキーです。今日はですね、ちょっと前回ね、獣フレンズというね、最近流行ってるアニメの、主題歌のようこそジャパリパークへっていう曲がなんか意外と反響が良かったので、今日はね、前回はなんかスラップのロータリーでアレンジして弾いたやつをやったんですけど、今回はね、ちょっとサビの部分の、まあ、指弾きのフレーズ、うねりのあるようなフレーズを完コピじゃないんですけど、まあ、若干完コピもしつつは、ちょっと弾きやすいように初心者でもちょっと練習できるようにちょっとフレーズをアレンジして、サビのフレーズをちょっと今日はね解説したいと思います。これね、なかなかねかっこよくてね、結構ね最近のアニメソングはベースラインかっこいいですね。早速いきたいと思います。こんな感じなんですけど、こうなんかね、ローポジからハイポジってまたミドルポジションローポジってこう行ったり来たりする、このねスライドでうねらせてね、うねりのあるね感じでラインを作ってるんですよね。こうやってこんな感じでね、サビいってます。まずねこのフレーズを使ってちょっと運指の練習、ローポジションからハイポジション、ハイポジションからミドルポジションってこう行ったり来たりするような、このねスライドで行ったり来たりするようなフレーズの運指トレーニング、うねりのあるフレーズの運指トレーニングのネタとしてね、これ結構いい感じだと思うので、皆さんねちょっとやってみてください。でちょっと今日はまずは、最初 F ですね。あ、そうだ、言うの忘れてた。前回のその弾いてみた動画、僕が弾いてみた動画あるんですけど、あの時はちょっとね、チューニングを半音下げチューニングしてるんですけど、今回はちょっとノーマルチューニングで弾いてますんで、今回はノーマルチューニングで皆さんちょっと練習してみてください。まずね、1フレット。F の音ですね。予言の1フレットから、予言の8フレットまでこうやってドゥーってこうスライドで上がります。ドゥードゥーってこうやって、でまあ1フレットは人差し指で弾いて、スライドするときは中指で僕はちょっとねこうスライドしますね。なぜかというと次のフレーズのときにこの次の人差し指をねちょっとフレーズのときに使いたい、すぐ使いたいので、こう次のフレーズのためにちょっとね次はこう中指でこう言ってます。ドゥードゥーっていうね、1フレットから8フレットまでスライドさせて、今度ね3弦7フレット、こう4弦7フレット、3弦7フレット、こうドゥードゥードゥーで、こう一つの指で中指で3弦4弦をこう押さえちゃいます。って感じですね。ドゥドゥドゥ、人差し指で1フレット弾いた後中指でスライドさせて、そのまま中指で3弦も押さえちゃう、こう3弦と4弦と3弦を一緒に押さえちゃうみたい。8フレットまでいったらこうクイッとこう見てください、ここの指のところ、ドゥドゥッとこう4フレット3フレット大弦みたいな、4弦押して3弦押すみたいな、中指だけで押してます。で次のこの人差し指で7フレット3弦7フレット弾いて、ここだけちょっとやってみましょうか。ドゥ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 、でこの形ですね、こうここの形、ここもだから人差し指もあのセーハーといって3弦2弦同時押ししてますね。ほら、だからここ4弦7 8フレット3弦8フレット、人差し指で7 3弦7フレット2弦7フレット
だから一つの指で二つの弦を押さえてる感じで弾いてます。でこのうねりが大事です。でこのあとねハイポジ、ハイポジ行くんですよね、12フレット、3弦の12フレット。ここもこう、今度ね薬指から行きましょうかね。薬小指からでもいいですけどね、12フレットまで、3弦12フレットまでこうすね、スライドでうねらせます。このうねりが大事です。ほら、うん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 ってこうローポジ中、ローポジミドルポジション、ハイポジションってこうね移り変わるでしょね、うねり出す感じでね。で12フレット11フレット10フレットっていきますね。ドゥ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 、ここまでいいですか。でこの後ここも1、人差し指で制覇しますね。2弦の3、10フレット、1弦の10フレット。で、まだ、ドゥデドゥドゥ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 、ドゥデドゥ、ドゥ、1、2弦を10フレット、ドゥデドゥ、で弾いて、でまた戻ります。ドゥ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 、で3弦の12フレットまでこういきます。こうなんかコードっぽく弾きます。アルペジオっぽく弾きますね。ここアルペジオの感じですよね。はい、1弦から1弦2弦3フレットこう踊る感じで、レーキングってやつかな。1弦10フレット、2弦10フレット、3弦12フレット。ですね。で、ここまでが、まあ結構一括りですかね。ここまで来ましたね。で、この後またミドルポジションに戻ります。フレット開放弦ダクダクダド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 60605050ですね。ダド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 って言った後にこう3フレット4弦3フレットからドゥ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 3フレット563フレット567これ半音ずつ上がります。ドゥ3フレット5フレット行った後5フレットから半音ずつかな。ドゥ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 3フレット56783弦567ドゥ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 、これで一括りですね。で次2回し目、2回し目のサビは今度ねハイポジから入ります。15フレットかな、12、13、14、15フレット、3弦15フレット2弦15フレット、ここも制覇してドゥ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 、これも中指がいいかな。ドゥ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 で14フレット、これも1、2弦14フレットを制覇してドゥ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 っていきます。ドゥ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 、その前にスライド入れるとちょっとまたうねりが出ますね。でこの後は前の時と同じで12フレット12、11、10、3弦12、11、10、ここここはさっきと同じとこですね。で、ドゥドゥ、10、10、1弦10フレット、2弦10フレット、3弦12フレット。レイキングですね。で、また戻ります。
ていう感じですね。ちょっとまとめましょうかね。1からまとめます。ゆっくりいきますね。ドドダ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 ドド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 ドっていう感じですね。もうちょっとゆっくり行きましょうかね。もう少しゆっくり行きます。ちょっと皆さん一緒に行きましょう。ちょっとこれはね、ローポジション、ミドルポジション、ハイポジション、これ行ったり来たりする運指トレーニングになるので、ぜひともこうゆっくり行きましょう。ゆっくり行きますよ。一緒に行きましょう。ドゥ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 ドド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 ドン。どうですかね、弾けましたか。半分に区切って一回し目だけ弾いて二回し目って分けるといいかもしれないですね。こうやってここまでできたら、ここまでできたら一個ずつ分けていって、でまたいう感じですね。これはなんかどっちかというと、この行ったり来たりするローポジからハイポジまでこう行ったり来たりするうねりのあるフレージングの運指トレーニングになると思うんで、この獣フレンズの、曲すごい流行ってるんでね、この曲でちょっとベースの運指練習するのもありなのかなと思います。まあなんか知ってる曲でやった方がね、なんか練習がはかどるんでね、皆さんぜひともこれでちょっと運指練習してみてください。今日はタブ譜もついてるんで、皆さん何度もこの動画を何度も何度も見て、完璧にものにしちゃいましょう。ということで頑張っていきましょう。ということで皆さんありがとうございました。さよなら。みんなで上手くなろうぜ。ベース上手くなろうぜ。YouTube マッキーチャンネルをご覧の皆様こんにちは。この度マッキー流 LINE アットベースマガジンというものを始めました。こちらの LINE アットベースマガジンではですね、お宝ベースフレーズのスローモーション講座や最新のハッタリテクニック、そしてマッキー流のベースの音作り講座などを配信していこうと思っております。こちらの動画の下の説明欄にてマッキー流 LINE アットベースマガジンのご登録できますので、ぜひともこちらのご登録もよろしくお願いします。マッキー流モテるベースメルマガはこちら。 YouTube マッキーチャンネルもよろしくね。